皆さんこんにちは。骨格輪郭コンプレックス改善美容師の竹迫です。今日もよろしくお願いいたします。今日はロングの似合うお二人の解析をしていきたいと思います。ロングといえば女性らしさやセクシー、フェミニンですが、シャープなストレートより柔らかいカールや少しふんわりした動きのあるカールが特に似合う方、共通することとちょっとした相反することでショートにすると大きく変わるので、比べながら解析していきたいと思います。ロングヘアとはどうしても上と下に目線は引っ張られます。お顔の中心が下にある方は髪のコントラストでそこに目線が行ってしまいます。レングスを上げてすっきりさせたり横を強調したりします。角張っている方はカールをつけると硬い印象を和らげてくれます。そしてゴージャスロングよりシンプルショートの方があっさり顔の良さを引き立ててくれる場合もあるというお話をさせていただきましたね。ゆるふわカールのロングといえばセクシー、大人っぽい、フェミニンですよね。このチャンネルではどんなに美しい女優さんでも短所や欠点があります。それはとても人間らしいことと思います。それを見せるプロとしてどのようにカバーし魅力的に年を重ねていっているのかなど参考にさせていただき、もし彼女たちと同じ骨格や輪郭を持ち悩んでらっしゃるのなら、ご自分の欠点や短所を諦めず皆様の少しでもお役に立てたらと思っています。メディアの露出が多い方たちなので、今後の彼女たちのスタイルチェンジも見方を変えると皆様の参考になると思います。なお好みなどありますので、こんな見方もあるということで参考にしていただけたらと思います。フェミニンロングといえばこのお二人、井川遥さんと中村杏さんもぴったり当てはまります。お二人とも大人の女性、セクシー、フェミニン全部持っておりますね。お顔の輪郭を強調してしまうロングが似合う特徴として、顎ラインに無駄な余白がないことと、お顔のパーツが大きめで華やかなことが華やかなロングヘアだけを目立たせていないということになります。そしてゆるふわロングがさらにフェミニンを際立たせているのが、二重で笑うと曲がる半月目がとても重要なポイントです。ふんわりカールの華やかさが半月目の女性らしさや清純、セクシーをさらに引き立てています。半月目の特徴として、目尻と目頭の端を結んだ時に下の面積が少ない方は笑うと半月目になりやすいです。本来ならキリッと見えやすい目と目の間の距離が短めの球心顔さんでも、ふんわりと柔らかい女性らしい印象を作れます。そうでなくてもロングが似合う理由はたくさんあるのですが、特にお二人とも黒目が大きく目立つことでうるうるしているように見えて、特に井川さんは色白で目が横に広く涙袋も豊かなお顔で、それが儚さや透明感にあふれています。唇もぷっくり前に出ていて、お顔だけでもセクシーなんですよ。中村杏さんの場合、褐色のお肌に涙袋より上がり気味な目尻が目立ち、お口も横に大きいです。それがセクシーの中にも明るく元気なイメージを作っています。嫌なことがあっても逆立ちしたら忘れるタイプに見えます。そして井川さんの輪郭はどちらかというと横に幅がある丸顔に近い卵型、縦の比率は全て等分、目と目の間が少し狭いのですが、頬が前にぷっくりと豊かに出ており、お顔ラインにあまり無駄のない綺麗なラインです。老け顔になりにくいです。中村杏さんも縦の比率は等分です。おもながさん寄りな卵型なので、将来的にゴツゴツするかもしれないですが、今は割と井川さんほどではないですが頬が前に出ている方です。鍛え抜かれたから作れる無駄のないシャープに上がった綺麗な顎ですね。
井川さんはおでこは少し角がありますが、横に広めの綺麗なおでこです。そしてロングが多いので頭の形が全部わからないのですが、多分頭皮が少し高い。おでこが狭い場合、前髪を重く長くすると頭が大きく見えたり長く見えたりするので、短くするか大人っぽくする場合は前髪を上げ高さを出すと尖った頭皮をカバーしバランスが取れます。井川さんは前髪もパーツ的にどんな前髪でも似合うのです。しかし頭皮が高い方は前髪をたくさん作ると頭が大きく見えてしまう場合があるので、頭皮の高さを分散させる軽めの前髪にするか、前髪のみかき上げて高さを出しても大げさにならず縦の距離を伸ばせます。中村アンさんの場合、おもながさんでおでこに少し角があり縦に長い方です。八針がありトップが平らです。かき上げてトップにボリュームを出すのですが、おもながさんなので縦が強くなります。四角く上がった方にかき上げてしまうとおもながが強調されるので、丸い方でかき上げた方がお顔に丸みは出ます。なので彼女はかき上げる方はこちらが多く、ここにもボリュームが出るロングがとてもよく似合います。特に縦に筋が入ってしまうポニーテールなどはおもながを強調し、お顔が前面に出てしまうと鼻が大きく目立ち、上がった目尻にも目線が行きます。ふんわりカールと少しでも耳を出したり、横にボリュームがあった方が縦長をカバーし、ロングヘアに目が行き、パーツを和らげます。ちなみに彼女はおでこが丸い部分があることと八針があるので、おもながさんに似合わないと言われているセンター分けも横を強調できて似合うんですよ。では最近イメージチェンジをしたショートヘアはどうでしょうか。とてもかっこいいです。ヘアスタイルが直線なことと褐色の肌が全てのパーツをボーイッシュにシュッと引き立ててくれてます。八針がある方なので短くするとどうしても四角くボリュームが出やすく窮屈な感じがするので、今後はそれをどのようにカバーする髪型にするか参考になります。では井川遥香さんを見てみましょう。ずっとロングなのでショートのお写真が少ないのですが、多少当時のメイクの影響がありますが、この方は本当にお顔が若い頃から変わらないので分かりやすいです。髪を短くすればするほどふんわりした鼻が大きく見え、顎ラインも丸く目立ち、お顔が中心によって見えます。それでもズバ抜けた超美人さんなのですが、ゆるふわロングカールの方がメイクや写真写りもあるかもしれませんが、鼻をツンとさせ柔らかい全てのパーツをフェミニンに引き立ててくれます。お顔ラインが出ていてもそちらに目線が反らせて目立ちません。イメージ的なこともありますが、ストレートもパーツをシャープにしてくれますが寂しい感じがするので、柔らかい動きやカールがあった方がフェミニンなパーツを引き立てます。整形疑惑があるかもしれませんが、鼻は昔と変わってないと思いますけどね。井川さんもずっとフェミニンロングなので今後のスタイルチェンジが気になります。結論は、目やパーツが大きくて柔らかい方はふんわりカールやロングの方がさらにフェミニンを引き立ててくれるでした。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも骨格や輪郭のコンプレックスを彼女たちはどのようにカバーしているか、皆様の可愛いの新しいチャレンジの参考になれたら良いと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。